はい、どうもはじまです。今回は作者2人というゲームをやっていこうと思います。ちらっと書いてるんですけど、このゲームには徹夜明けのテンション、重度の悪ふざけ、クソゲー要素、ホラー表現、脅かし表現が含まれています。これらが苦手な人はプレイを避けてください。ごめんくださいをプレイ済みなら少し楽しみが増えるかもしれません。なんかね、同じ世界観の作品があるらしいんですけど、この作者2人のみのゲームだけでも全然楽しめるそうなのでやっていきましょう。ホラープラスバカゲー要素っていう感じですね。注意、このゲームは面白くないです。なんつうこと言うんですか 忙しい徹夜明けの朝、ふとスクールを立ち上げて気の向くままに作っていたら、いつの間にか形になっていまして、それを5日ぐらいかけて完成させたところ、全くもって何が面白いのかわからない謎なゲームが生まれました。産地直送、完全無添加のバカホラーゲーム。ところどころ怖い、痛いですので、怪我しないようにご注意ください。大丈夫です。あれ、まだ注意あるぞ。注意、下手すれば心臓が止まります。突然怖い画像が出るタイプの反則的なホラー表現がありますので、心臓が弱い方やそういうの大嫌いな人はショック死する前にこのゲームを伏せてください。このゲームをプレイして何らかのトラブルがあっても作者は責任を負えませんので、自己責任でどうぞあしからず。私も自己せ、あの、責任を負えませんので、自己責任でお願いしますね。まあ、頑張れるとこまで頑張ってください。それでもこのゲームをプレイしますか？はい。タッキー、そっちどうよ。タッキー、右がタッキーかな？タッキー、そっちどうよ。おい、タッキー。タッキー。うるせえ。つうか、その呼び方やめろっつってんだろ。いいじゃん、タッキー。どこまでできたんだよ、タッキー。うるせえな。お前こそどうなんだよ。あ、そうだ。やってみなよ、タッキー。なんだ、テストプレイか。なんかゲームを作ってんのかな？そうだ、テストプレイだ。めんどくせ。やんね。おい、タキー、タキチキー、やるよ、この野郎。やって、どれだよ。あ、ダメだ、これ絶対クソゲだよ。でもありそう、ありそう。血を欲する男が来るよ、このが来るよがなければありそうよ、こういうゲーム。そうやって逃げるのか。本当は怖いんだろ、タッキー。自分ができないと思ったものは全てクソゲー人で。見苦しいぞ、タッキー。怖くねえよ、この野郎。じゃあやれよ、声が震えてるぞ。はん。お前ってところどころうぜえよな。やってやるよ、ごめんね。つうかさ、なんだよ、この音楽。タッキーに影響されて、俺も DTM 始めたんよ。あ、パソコンで作曲すること。すごいね、これ作ったんや。でもなんか、言っていい？多分適当に作ったやろ。で、金余ってたから、MIDI キーボード買ってさ、あ、ピアノ鍵盤、ぐちゃぐちゃぐちゃって弾いたりできた。そんな感じの音がする。要するに適当に作ったんだな。適当っていうのはこれでも3日かかったんだぞ。3日か。初めてにしては早い方なのか。まあね、3日っておそらく、まあそれの機材についてやっと理解を始める頃じゃないの。ふう。で、おい、自分の席に戻るなよ、タッキー。よかったな。まあせいぜい頑張れよ。タッキーもやってやるよって言ったろ。言ってねえよ。ずっとさ、この音楽かかってるけど、早押してタッキー。タッキーめ。やってやるよ、この野郎。お前のゲームずるいんだもんな。だからやりたくねえんだよ。決定ボタンと。あ、よくあるや。よくある始まりですよ。うわ、ビビらせんじゃねえよ。まだ始まってすらいないぞ、タッキー。タッキー、これでビビってたらどうしようもないで。ここは、どこだ？これが作ったゲーム？頭が痛い。そうだ。居酒屋の女に騙されて。はあ！財布がない。あ、やらかしたな。クソ美人僕だー。っていうか、ここだよ、ここ。あ、これで探索するん。あ、動かせる。なんだよ、この妙にリアルな設定。感情移入できるだろ？世界観と合ってないんよ。いやー。何これ？なんか兵士？なんかおるぞよ、こう。死神みたいな。何あれ？これは？再開ポイントに設定しました。リアルセーブ画面を呼び出します。あ、これで私がセーブできるんやね。ガベ、ガメオベ。ふざけんな、バカ野郎。マジでビビってやんの。最高だ、タッキー。わはふ。まあ、ある種、ありかもしれん。始まって早々の、あの演出なかなかないよ。びっくりは反則だろ、クソ野郎。はあはあ、ウケる。マジウケる、タッキーウケる、クサ。
クソゲー、このゲームクソだ。第一、初見殺しじゃねえか。え、受ける、待って、ハッキーいた。ふざけやがって。タッキー、やれよ。続き、早く。まあ、これ続きやった方がいい、タッキー。断る。タッキー、言わったーき、この野郎。タッキーって嫌なんかな。もう一回こっち行っていい。ダメオベル。あ、もう何もコメントしてくれんねえ。こっち行こう。あ、これでこっち側来るん。これ何？もっと素材使いや。ダメオベ。なんなん。確かにこれは死にゲーかつクソゲーの匂いがしてきたな。来たぞ。ある種天才かもしれない、あいつ。これはこのゲームを発想することも作ろうって発端に至ろうとすることも天才できへんのよ。この辺から来るね、いつも。これでうまいこと上行って上、あ、詰まってる詰まってる詰まってるやんか。ここもなんか書いてある。あ、これでセーブ画面になる。あ、ちゃんとセーブはさしてくれるんやね。そう考えるですよ、6の墓、一の墓。なんか微妙なとこに置いてるね。なんか、これは謎解き要素になってきそうな感じするな。またおるぞ、あいつ。真ん中の墓は、ヒント縦横斜めで15。あ、なるほど。ああ。画面オペ。あ、これで、ね、真ん中の数字が何なのかを計算しろってことやな。1と9。ってことは10。ここが5。5。5ですね。ここで真ん中の日、ここが5にしたら消える。あいつがコンクなる。ほんまにコンク来るよね。絶対来ると思ったんや。これで上行って、あれ、必死に走っていたら街に出た。あの骸骨みたいな変なやつはもういない。あれ、なんだか住人の様子がおかしいぞ。確かにみんな同じ服着てるしな。あれ、ようこのゲーム思いついたな。あれ、自分もなった。作者マッチー。マッチー最初から入ってるやつ。おしまい。これマッチーなんだよ。これエンディングだよ。おめでとう、タッキー。嬉しくないんだけど。そもそもこの終わり方どういうことなの。意味わからなかった。なんか自分も死神になって終わったってことよね。意味不明だった。この兵士は居酒屋で女に騙されて、謎の施設に放り込まれたじゃん。うん。その時に死神になる薬を飲まされてて、それで最後に死神になったんで、全然その描写なかっただろうが。じゃあなんで死神に追いかけられたんだよ。いや、死神敵キャラだから。でも自分も死神やろ。いや、そうじゃなくて、なんで死神、主人公は死神に追いかけられてたの。生きてるから。は？何の問題ですか、ダッキー。問題しかねえよ。じゃあ最後に町の住人が全員死神になったのは？なっちゃったんだよ。私この子嫌いじゃないよ。は？雨でこうなっちゃったんだよ。嫌いじゃないよ。え？わあ、頭悪いな、ダッキー。お前だろそれは。雨でこうなっちゃったってなんだよ。雨は死神の降らせた雨だったのさ。それで世界は壊滅。ドーン。俺も帰っていいかな。夕方だし。ダメだ。俺のターンは終了した。次は俺がお前のゲームやる番だぞ。完成してねえんだよ。まだいいだろう。固いこと言うね、タッキー。やめろ、須田。マッチって呼んでくれよ。いつも言ってるけど、なんでお前がマッチーなんだよ。ね、須田やったら全然マッチーじゃないよ。実家が町田だからマッチーだよ。何言ってんの？お前の実家静岡だろ。いいじゃん、いい加減マッチって呼んでよ。これか、 ASOM。 何それ。あ、でもなんかこういうゲームはね、確かにちょっと気になってしまう。おい、勝手に起動するんじゃねえ。曲いいね、面白そう。さすがタッキー。まあいっか、未完成だから途中で終わるからな。オッケーオッケー。二人ともホラーゲームを作ってんのかな。 ASOM って知ってるか。最高の快楽が得られる役さ。どんなものか知りたいか。教えてやろうか。さあ、3000円だしな。安っ。ASOM。
3000って安ない？タッキーちょっと可愛いとこ出てしもたぞ。おっそ。あんやろ。聞いてねえぞ。快楽なんて。最初の数分だけじゃねえか。苦しい。あの野郎。くそ。このままじゃやべえ。ああ、頭が痛え。うおー、くそったれー。ぐー。おい、起きろ。誰だ？いいから起きろ。ここは？何これ？自分、かっこボール所ということ？緑色の生物。お前みたいに若造も、ASOM、アソムって呼んで、アソムに手を出したのか。お前は、誰だ？俺の体はどうなってるんだ？お前もじきに、俺のようになるだろう。何これ？実体があるのはその体だ。一体何を言ってるんだ？選べ。お前は行きたいか？それともここに留まるか？何の話だ？自分が置かれた状況を理解する必要があるの。周囲に俺と同じような奴らがいる。話を聞いてみるんだ。結構かっこいい話をしてるけどさ、球体やろ自分。ここから動かせる。いいね、こじらせてるね。なんだって。タッキーのそういう中学2年生っぽいセンス好きだよ。バカにしてんの？このボールみたいなのが主人公なの？そうだが、わかりにくいね。まあ確かに背景黒に黒の球体はダメよ。なんでこれにした？これ何？何書いたのこれ。リアルセーブ、あ、さっきの兵士ファイルあったぞ。お前は現世に体があるんだな。俺はもうあの頃に戻れないのさ。その代わり、ここにいれば何もしなくてもいいんだ。この体になってから、考えるの放棄したよ。お前も、そうした方が楽だぞ。やっぱりあれはなんか薬物的な感じだったんかな。アソムは、シャブとは違う。全くの別物だ。人間を量子化する一つの道具だ。画期的な発明だよ。頭使う系のものですね。ボール状態でのこの世界の時間は現世よりも早い。行きたいなら急いだ方がいい。ああ、早く戻らんと時間が経ってしまう。ここから先とどまる道を選んだやつのみ進める。今のお前じゃこの先に行かない方がいい。正直俺は後悔してるんだ。ああ、戻りたいやつもいる。ここから先は生きる道を選んだやつのみ進める。お前はまだ早い。この世界は一体何なんだ？電脳世界と言えばわかるかな？この世界はインターネットの中だ。お前は麻薬だと思ってアソムに手を出したんだろうが、実はアソムは麻薬じゃない。脳の電気信号をクラウドネットワークへ抽出し、魂をすべてネットワーク上に移動させる道具だ。タッキー一回ちょっとこっち来て、話し合い。このゲームを一回作り直した方がいいと思うよ。だからお前の体は現世に置き去り、魂のみがここにある。じゃあ、俺の体とお前らの体の違いは何なんだ？原理はよくわかっていないが、現世の自分の人体が消失すると、俺のようになる。周りの奴らは、みんな現世の人体を失った。急いだ方がいい。というのは、いてえ。なんだ、お前の人体が消えようとしてる。なぜだ。どうする？お前は行きたいか？行きたいに決まってるだろ。それなら葬られる前にここから脱出するんだな。おい、急げ。え、セーブさして。セーブしたっけん行くわ。ナイトクラブだ。俺はそこにいた。怪しい男にトイレに連れ込まれた。大きなクーラーボックスがたくさん積んであった。お前がメールで言ってたやつか。まさしく。さあ、早速取引だ。とにかくハイになれるやつを頼む。アソムって知ってるか？なんだそれは。最高の快楽が得られる薬さ。どんなものか知りたいか？ああ、初耳だ。教えてやろうか。なんかさっき聞いたよ、この話。さあ、3000円だしな。安いって。そして俺は怪しい男からもらった薬をそのまま飲んだ。今だ！あ、その後の話？次に目を開けた場所は、狭い場所だった。
あれ止まっちゃったよ。未完成だって言ったろ。さっきさ、これ何分もの作る感じ？結構4、5時間もの作る感じ？ええー、続きは？ねえ、続きはさっき。まだ作ってねえよ。はあ？いや、はあとか言われても。ええー、ないわ。なんで完成させてないの？お前が無理やり始めたんだろ。ないわ。ああ、ない。ああ、ないわ。じゃあ、俺も帰るわ。もう8時だし。うん、了解、タッキー。今日9時から雨らしいから気をつけてね。あれ？タッキーってどこ住みだっけ？高口馬場。都内なんだ。家賃高くない？敷金、礼金無料と家賃1万円だから結構安かったぞ。変な匂いするけど。敷金、礼金無料の家賃1万円？東京で？それ危ないんじゃないの？幽霊とか？今のところ心霊現象みたいにないかな？ただ、お隣さんが異常にうるさいんだよ。何回も文句言いに行ってもイルス使うし。これが他の作品と繋がってくる場所なんかな？タッキーがうるさくしてるから隣がうるさくしてるんじゃないの？あるかもよ。なんで俺が？タッキーバンドやってたじゃん。いや、アパートには楽器置いてないな。俺んち楽器鳴らしちゃいけない決まりだし。じゃあお疲れ。お疲れ。タッキー気をつけてな。雨降ってるけんワンチャン死神になってしまうかもしれん。お、タッキーお疲れ。制作、ハドハド。え、ハドハド、およ。終わりかな？ありがとうございました。結構ね、なんか2つホラーゲーをした感覚、エンドハテナになってたよ。よそ言っていたっきーね、多分ね、ゾンビになる。あれ？タッキー AC アダプター忘れてる。もしもし、タッキー？ AC アダプター忘れたでしょ。うん、そうそう、持ってってあげようか。いやいや、いいよ。え、タッキーのいいどこ？地図送ってくれんのね。了解。めっちゃええ子やな、この子。よーし、じゃあ行こう。タッキーのどんなところなんだろう。タッキーってなんか実はすごい純粋そうな感じの子って感じするけど、この子はこの子ですごいバカやけどええ子な気する。隣うっせえな。須田、こんな雨の中俺んち来るって言ったけど、何も明日でいいんだけどな。あいつ何かと人の行きたがるけど、俺んち来て何するつもりなんだろうな。仲良くなりたいんじゃない？あ、うるせえよ、隣。何やってんだよ。まあ、自分もどんどん額かんで、うるさいけんって。お、須田かな？ピンポンってなったな。須田。須田が死神になったの？エンドー！いや、須田よ。嫌いじゃない。